過去に大御所の楽曲をアレンジしたかもしれないけど今はなんか痛いおじいちゃんにしか見えないクソクソ言ってるとそのうちクソじじいって言われますよって言われたクソじじいです <laughs> なんかこの僕が自分でクソじじいっていうのの元になるあのコメントをやっと見つけた <laughs>。 年に一回ぐらい、まあ、なんかあんまりこういうディスられることはあんま多くないんですけども、年に一回ぐらいね、なんか結構ディ,スディスられることがあってですね、それごとにだんだん精神的に成長できているっていうね、なんか本当にありがたい限りなんですけども、<laughs> 一番最初はね、その4年ぐらい前かな、アマゾンの欲しいものリストを公開して、誕生日のプレゼントでなんか5万円とか6万円ぐらい、なんかいろんなプレゼントをいただいたことがあったんですよ。で、その時に、その頃はもうメインがツイッターだったんで、その時にツイッターであの、 いただいたのにですねとうとう物乞いですか残念ですってのがあって <laughs> おー珍しく来た来たみたいな感じなんかなんですけどももともと僕はあのミュージシャンとか、まあ、そううポップス系のミュージシャンとかっていうのは基本はあの芸人だと思ってるんですよねだから要は例えばもう江戸時代とかだと宮廷音楽とかそういうのじゃないんで結局ロックとかねそういうふうなものはねなんで 基本は旅芸人なわけで、瓦古事記なわけなんですよ。だから、住むところもなくて、瓦でみんなで、こう、バンドだったりとか、その一行として寝るっていう、そういうふうな感じ。で、そうやって、物乞いっていうか、そうやって古事記。古事記なんですよ。要は、だから元々ね。ミュージシャンっていうのはそういうもんなんですよ。そういうもんなんだなって、ほんと、常日頃思ってて。学生とかにも、ミュージシャンなんていうのは芸術家と思ったら、もう終わるぞと。俺たちは芸人で、基本古事記だから。 そう思ってててみんなのお慈悲で食わしてもらえてるとだから本当にあのねウクライナみたいにあの戦争とかになったら音楽なんかやってる場合じゃないですからね武器を持ってね立ち上がっても僕なんかね大した力ないから全然できませんからねなんかまあもともとだから僕はそうやって自分がもう物乞いだっていうのは意外とモットーだったんでそれで物乞い証しですってその後ねあのなんか1ヶ月ぐらいツイッターで言ったりとかしたんですけどもでねその後にねもう一回来て確か去年だったと思うんですけどもバースデーのイブ の日3月24日の夜に10時半ぐらいからあのライブ配信。 をして、皆さんのコメントをいただいて、それにずっと返してたんですよね。それでなんか12時半ぐらいまで。11時からやったのかななんか1時間半か2時間か3時間かよく覚えてないですけども、意外と時間が長いんで、まあ皆さんの質問に答えてると、やっぱみんな興味があるんで、割とその収益化がものすごく、やっぱり時間が長い分だけど広告いっぱい流れるから、やっぱ長いと儲かるんだ、みたいなことが気がついたりしたんですけども、その時にもまあ普通のコメントがいっぱい来てたんですけども、まあこんな感じ。でですね、 その頃え、20万円を目標にバースデーライブをやるためのクラウドファンディングをやってたんですよね。で、それがえっと27日か8日ぐらい、まあ曜日の関係で。なんでまだあとなんか4日か5日ぐらいはまだ余裕があったんですけども、あと4日か5日ぐらいでまだ7万円ぐらいしか集まってなくて、最終的には14万円ぐらいしか集まんなかったんですけども、まあそんな感じで、言ったらそのなんかコメントの中に、20万円ぐらいの目標で半分も集められないなんて情けないと思いませんかっていうのが来て <laughs>、で、それはライブ配信中に来たから、 うまく自分の中でで消化きなくて Twitter とかね今回のコメントとかだとやっぱりそっからだからちょっと考えたりとか次の日になってなんかどうすればいいっていうのがいろいろ思いつくからだからいいんだけどもライブ配信中だからね大したことできなくていやこうやってなんかいろいろ人生うまくいかないっていうのもなかなかそれが人生の醍醐味というかそのために慈悲があるんですからみたいなねそれも基本僕のだからモットーなんですけどね失敗するために人生があるっていうことで,でそれによって何かを学べばそれでいいっていう考えが 方なんですけどもそのシチュエーションでそれ言うと単なる強がりに聞こえるじゃないですかであんまかっこよくないなと思いながらっては次のコメント言ってたんですけども後で考えたらものすごくいい方法を思いついてその時に情けなくないですかっていうコメントが来たら本当情けないっすよねつって、もう自分でも本当に何とかしたいなと思うんですよね皆さんよろしくお願いしますって言ったらもうちょっといっぱい集まったかなって後で気がついてチキショーと思ったんだよねでもそうやってねだんだん強くなってきたっていうかねまあ要はだからそ認める っってていいううののので、でそれを自分の中で取り込むっていうのだから今回のクソジジイとかもさだからなんかクソジジイがかっこいいとか気持ちいいとかって言ってくれる人も出てきたりとかしてそういうのはねやっぱこうやってなんかやってみるとあこういう反応があるんだとかっていうのはほんとやってみないと分かんないしっていうので、ね、炎上したらその時考えるって感じなんだよね <laughs> まあだからその過去に大越しの楽曲をアレンジしたかもしれないけど今はっていうところが過去の栄光にしがみついてるっていう、ね、名前に変えたっていうそういう感じ です。はいいろいろねこういうのアップとかするとそういうふうに何かねじせられることとかもよくあるんでまあなんかいろいろまあ自分でこれもだから本当にねいい経験というかね面白いっすよはいまたよろしくお願いしますって感じまた何か新たな局面をいろいろ思いつけると思いますえー、ありがとうございますクソジジでした <laughs>